しょ、うん、で、あ、サムダンクの人バイ、しときますわ、あ、だいぶ落ちてる、うん、遠くまで、ね、だからね、ちょっと虫はね、油断ならないですよ、うん、たとえ虫といえどもね、うん、あ、本当もうゴキブリが出ないだけいいんだけど、うん、なんかカブちゃんの近くでくるくる回ってる人がいるけど大丈夫かな。ああ、この人たちはね、あの近所の、あれ、近所の方ですか。そうですね、知り合いですよ。知り合いですか、はい、名前は何ていう人ですか。ミシェルとマイケルです外国人が住んでる感じなのそうですよ。いや、ミッシェルの方裸じゃないでしょうね。ミッシェルさんはね、あのすごい、うん、なんですか、オープンな人なんですよ。なるほど、オープンだから、そうそうそうね、裸を見せ合う感じですかね。そうそうそう、もう見せ合う仲というかね、見せ合う仲なのやだな、なんかやだな、いい関係ですよいい関係な、まあ、裸の付き合いっていうのがあるからね。そうそうそうね、ありますからね、そういう裸の付き合い。もう一個壊すか。いや、なんかね、マイクラカボちゃんとやってくれってよく言われるんだけど、うん、最近全然我々マイクラやってないもんね。マイクラもうやり方忘れちゃったよ。うん、忘れちゃったな、うん、ほとんどね別のゲームやってますわね。しょうがないね。レインボーシックスやんないの。出てるの。出てるよ。え、それは何、 PC でもできる。 PC でもできるけど、うん、私 PC では買ってないけどな。どうしようかな。昔はやってたよ、あのレインボーシックスベガス、うん、あ、そうなんだ、うん、今何 FPS 何やってるの。 FPS は今だからやってないよ。お、じゃあフォールアウトぐらいなんだ。そうだね、もうそろそろ引退かなって感じFPS を。 FPS よりやっぱさね、 LOL の方が面白いから。 LOL にね行った人ね、戻ってこないパターンがね多々ありますからね。面白いもん。それだけ虜にするんでしょうね。うん、なりますよ、うん、寒くなったら木の枝に布を巻きつけて、木の棒に燃やしといてください。そうですね、あ、間違えた、木の棒。意外とダメージ食うからねこれ、うん、ちょっと寒い、うん、寒い。リアルにね今もう冬だしね。そうそうそう、リアルにも寒い。寒いよねリアルに、ね、これで、つけると、うん、あれ、どうやってつける。あのね、 L 長押しです、ね、L 長押し、あ、ついた。あ、 L 長押しだっけ。うん、合ってるよ。合ってた。いやいいですね。いや、フォールアウトねやっぱ面白いもんね私もやってるけど、うん、面白い。あ、やっぱ家建築できるっていうのがこのなんだフォレストに通ずるものあるね。何も建築してないよ私。何も建築してないんかい、うん私結構建築してるよ。あのなんかもうね、あの世界観が好きだから。まあまあね、ひたすら進めてる。あのモッドでさ、武器を飾れる棚ってのがあって、うん、あるん。そうで、私武器庫作ってる。武器をバーって飾って電気つけて、うん、スイッチ型の、うん、楽しいぜ。ロールプレイがはかどるよ。じゃあ家作るか。うんね、まあね、ちょっとめんどくさいですからね。マイクラでもフォレストでもカボちゃんなんか家作るのめんどくさがるからね。うん、もうそのままでいいやって感じそのままでいいですか。うん、まあまああれですもんね。ただゲームができればいいということですか。え、まあそれもあるけど、やっぱりストーリーが大事だからね、うん、私は。と言っても全部英語でしょ。英語だけど、でもなんとなくでわかるんだよこう。あ、そう、なんとなくわかるようになってきました。わかるわかる。英語エーペラになってきましたか。え、いや、ペラペラはじゃないけどさ、でもなんとなくこう、うん、知ってる単語となんかほらね、うん、こうなんとなくでこう、うん、わかるじゃん。まあなんとなくね、うんうん、ね、まあ私もなんとなくで選択肢とか選んだりしてるからね。うん、よしよし。だってほら似てるでしょフォレストと。ちょっと何がね。え、わかるわかるでしょ。え、ネタバレになっちゃうか、やめとこ。フォレスト似てる。似てるでしょ。どの辺が。え、いや今の私の建築のって言ったところ辺が。え、いや、そう、建築もそうだし、あとほら
探してるものが。ああ、そういうことね。はい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 。確かに確かに。そういうことですよ。そういうことですね。まあこれは明日アップロードするから、うん、多分フォールアウト4の発売日なんでね、明日。そうね、日本語来ますね。うん、とうとうだね。とうとう日本語来るね。そう、まだクリアしてないよ。いやまあまあ、日本語来る前にクリアするのも、ね、なかなかのあれですからね。うん、よし。やっと34個だ。もうちょい？あのね、107個必要なんで、あの家。あ、マジかよ、もう飽きたよ。もう飽きた。確かにね、これ単純作業ですからね。ね、あのなんていうか、バイトであるよね、そういうの。うん、なんか検品作業とかさ、あるね、それずっと永遠と同じこと繰り返す、うん、眠くなるんだよね。眠くなるね。同じ作業をしてると自分が今何やってるか分かんなくなるよね。うん、うん、ゲシュタルト崩壊ってやつよね。まだ私も今これもう丸太を拾って池に入って繰り返しをして何やってるかよく分かんなくなってくるからね。うん、誰うふふふ言ってるけど大丈夫かしら。大丈夫かしらね。大丈夫、近所の人だから。近所の人来た、また、うん、遊びに来た。あ、マジマジ、いい加減にしよう。ちょっと水の中入ると安全だぞ。家か、家か水か、家か水かって感じだ。水入った。オッケーオッケー。でもひどいじゃないの。大丈夫か。あ、来てるね、来てるね。うん、結構原住民来てるね。あれ、どうしたどうした。あ、これ手で押せるの。あれ、あ、そうそう、これ乗る、これ乗れる。あの、漕いでみる。あ、漕いでみたい。あ、来たでしょ。ちょっと一回休憩して漕いでみたら、これこれ上がるのもちょっと大変な部分あるんだよね。よろしくお願いします。はい、あ、いいねいいね。ちょっと待って、漕いでる。あ、ちょっと一回握って。嘘、出ない出ない。あれ、握って、握ってるけどなんかおかしい。なんかね、おかしくなってるね、あなた。あ、あ、逃げてる逃げてる、うん、いい、いいね、それ。あ、こうですか。そうそう、右クリックで、あ、そう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 、いいじゃない。いいじゃないですか。よーそろーって感じ。いい、私が感性の法則に引きずられて、どっか釣られていきそう。危ない危ない。どいいね、これいいね。いいじゃないですか。これでさ、島から脱出しろよっていう。あ、まあ、息子がいるのか。息子置いてくの。そうね、うん、あ、なんかね、噂じゃね、あの海底に、うん、なんかすごいものありますよってコメントあったんだよ。本当に、うん、行きたい。なんか酸素ボンベ手に入れて、はいはいはい、これ漕いで、そのすごいものとは何かっていうのを探すのも面白いよね。何それ、気になるんだけどね。まあ、この家も完成させたいけど、うん、まあね、まあ、朝になったら、それ探しに行ってもいいかもね。うん、ね、気になるわ。うん、いや、これいいな。ちゃんと漕いでるもんね。漕いでますよ。漕いでるモーションが追加されてるもん ね、これ。今目に見えないです。どこ？ね、しかも敵もほら、乗れないから。あ、ね、水の中に落ちるしかないからね、うん。あの人たち。あの人たちも溺れればいいのにね。バシャ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 っていう感じでさ。うん。うん、どうすんのこれ？どうしようか。敵がいっぱい包囲されてるからね。うん、なんか武器はないか。あんまり瓶があれば、瓶作るか。あ、ダイナマイト投げるわ。あ、投げる？もうあそこの女のところらへん投げるわ。うん、行くぞ。いいよ。よし、投げた投げた。いけ。オッケー。あ、我々沈んでんだけど。爆風で落ちた。爆風で我々も。飛んだろ。あ、我々のイカダが崩壊したんやが。マジで。わ、脆すぎ。そっか。想像以上に範囲広かった ね。びっくりした。もうイカダの役目って何だったんや、もう。ね、もったいない気が。まあここで作っても大して役立たないからね。まあね。うん。まあ海に近く行ったらじゃあ、うん、作りましょうか。うん、うん。どうしよう。早くテニスラケットもさ見つけてさ。何何？ちょっと後ろ後ろ待って。よろしく、私引きつけと。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。生きてる生きてる、まだ生きてる。ナイス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 。これ足首、足首何ついてるの。あ、落ちちゃった。あれ
足首になんかついてた。足首にねシュシュみたいなのがついてた。マジか、おしゃれやな。おしゃれじゃんね。おしゃれきたな。欲しいなと思っちゃったのよ私。おしゃれ原住民きたな。シュシュ。シュシュ、うん、足首にシュシュみたいなよく見てなかったけど。シュシュ。そうそう。そんないる？シュシュなんていいの？ねな今時のね生かしてるじゃん。うん。生かしてる。生かしてる。生かしてる。あなたのセリフがあんまり生かしてないんだけど。うん、しょうがない。ああ、もうちょっと休憩必要ですからね。ね。スタミナが。なんか2人でフォレストを実況してる感じってどんなだったか私もう忘れちゃったわ。え？こんな感じじゃない？こんな感じだったの？うん。何もやってないやん。何もしてないよ。常に何もしてないよ。何もしてないやん、これ。そう、いつもこんな感じだよ。そっか。うん。あの、私、めでたくね、動画の方がね、うん153本をもってシーズン2へとね、フォレスト突入しました。ああ、もう入った？ええ。153本ですよ。ずいぶん上げたね、フォレストだけで。ずいぶん上げましたよ、これ。セーブしよう。セーブしときましょう、私も。うん、ちょっとね。海の方行きたいんだよな。海行きたい。早くちゃっちゃと終わらせようや。ねえ、ちょっと早く昼になってくんないかな。っていうか、敵がね、敵を振り切って逃げてもいいけどね。うん、ちょっと多すぎ。ねえ、ちょっとやっぱこの村だからだろうね。うっとうしいわ。おお、また入り込まれてるわ。また入り込まれてるわ。どっから入ってくるの？やっぱガバガバだからね、セキュリティ。隙間だらけじゃん。一応こっち一匹退治したけども。ナイス。あ、グッキルグッキル。倒した倒した。こういう連携がね、FPS にも必要になってきますけど、ね。うわ、なんか死体に虫がたかってる表現とかも追加されてんだけど。あ、ほんとだ。ねえ。なんか綺麗じゃん、ホタルみたい。ホタル。ホタルよ。そうね、確かにホタルっぽいっちゃホタルっぽいね。え、なになに？あ、まだいるわ。さて、まだいるの、ね、ちょっと食料と、食べて、うん、カニバリズムしといて。あ、リズムる。そうね、この生首を設置したいとこだけどね。設置できるかな。建築してみましょうかね。お願いします。それと新しく建築が、追加されたのがですね、石垣です。石垣、うん、何ページ？石垣何ページ？何ページでしょうか。石垣、カスタムビルディングのロックウォールという、ね、でその下にスティックフェンスっていうのも追加されてますね。うん、うん。で、あとですね、あ、ここに目印をつけときましょうか。これ重要だからね。戻ってこれなくなるから。そうね。枝2本これあるならちょっと付け足しといてもらっていいですかね。どれ、どこ？そこ、後ろの方に。後ろ？うん。あ、これね、はいはいはい。そうそうそう。あ、オッケー。ナイス。色は、これでね、色を変えといてもらっていい？ピンクでいいか。オッケー。原住民の頭をいただきましょうかね。あ、もう持ってたか、頭。ここ飾っといたよ。え、どこに、どこに？ここ、でもやっぱドクロみたい。あ、本当だね、ドクロだね。うん。あれ、原住民の頭はじゃあ無理なのかな、これは。うん、臭そうだもんね。臭そう。いや、我々も相当臭いと思うよ。いや、私はあれですよ、フローラルの香りです。それとね、セーリングスカルランプっていうのが追加されて、ランプ、ランプがね、つけれるようになった。これ見て、ほら、ここ、うん、あ、そんなの吊るせるの。ほら、ランプ、ドクロランプですよ。すごいシャレオツ。シャレオツだね、これ。いいね、これ、いくつ、こっちのか、こっち側にも作っとこうか。うん、すごいいいじゃないですか。ほら、ね、シャレオツ、これ。すごい、いいじゃん、これ。明るさの方とか夜にならないとどの程度なのか分かんないんだけど、ね、3つほどここにつけときましょう。あ、いいじゃないですか。あ、いいね、なんか家っぽくなった、ね。家っぽいじゃないですか。これいいわ。ね、ああ、そういうことも起きるんだね。できるようになったんだね。なるほどね。で、他にで作れるようになったものっていうのが、うん、うさぎの皮を使ったカーペットみたいな。カーペット？うん、ここにちょっと置いてみましょうか。あ、それもね、なかなかいいですよね。これですよ。
わかりするちょっとた何これ、厳しいなこれ。ちょっとこれ汚い布じゃないですか、ただの。こっち鹿の布もありますわ。これあ、鹿の布をね壁に貼ることできるみたいですよ、ほら。あ、まあいいんじゃん。微妙なラインだな、しかし。なんかね、うん、なんか。貼れるから何なんだと。ね、うん、貼れるから何なんだ、何なんだって、ね。貼れるから何なんだって確かになるね、これ。確かにその通りなんですわ。うん、まあおしゃれ。貼れるから何なのかと。まあまあ、いらないならこう地面に、そうだね、こうやって使っとけばいいんじゃないかなって。ね。コーディネートのかけらもないですが、まあ、そういうのもできるようになったと。ね、いいじゃん。うん。あとね、罠で火炎瓶の罠っていうのがあって、これ通過すると燃えるという。これ置いときましょうか。これ。見てこれ、かぼちゃんここに、ここに設置するからね、うん。気をつけてね、ここ通らないようにしてね。あ、枝一本ちょっといいですか。あ、はい。あ、できた。え、これ。これね。ここ通ると、うん、火炎瓶が燃え出すっていうね。あ、じゃあどうぞ。いや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 、実際にほら見ないと分からないでしょ。私もあれだから、ほら自分のセーブデータでそれやっちゃってるから。いやでも私も見たことないから。いやそれかぼちゃんがやってみるべきでしょ。私が映像に収めとくよ。本当に本当に燃える？燃えるよ。え、私も？かがんでた。私も燃える？いやーやっぱねそういうことになりますわ。そう結構ね、いやガードしても意味ないでしょ。意味ないよこれます。あ、でもまだ結構残ってます。覚えてる覚えてる、結構残ってるこれ。だからこれね至るところにね設置しておくとまあ防御にはなるんじゃないかなと。ただシングルだと土台は残ったままになって、うん、読み込むたんびに罠は復活するんだけども、いいね、もしかしたらマルチだとこれ土台残ってないから復活しないかもしれませんね、うんうん、まあ、その辺はねちょっと残念ですが、うん、いいね、こういうのも作れるようになったんで設置しておくといいかもしれないと。いいかも。でさっきの木のスイングのやつね、あれも先に仕上げて旅でようか。じゃあ、ええ、飽きるけどさ。いやこれほらこれ丸太そんな必要ないから、うん、6個だけだから、さっきかぼちゃんが持ってきてくれたやつだけで足りるんじゃない。うん、人もいなくなったしな。あれ何ページ、その燃えるやつ、うん、あこれかモロトフ、うん、トラップのとこ、そうそれですね。よし、これちょっと運びますわ。これでいいか、この辺に落ちてんだな。オッケーオッケー。どこだ。でこの、いや最近ね私夏からずっと鼻風なんだよね。なんだろうこれ、鼻炎なのかな。鼻炎かね、なんだろうね。うん、ずっと鼻炎なんだよね。年だから。年だねこれね。やばいね、ガタが来てる。完全に年、ガタ来てるわ。、うん、完全にガタ来てるわこれ。あれ、どこら辺に丸太、あったあったあった、うん、適当にあるはず。オッケーオッケー、持ってきますわ。これもありよ、持ってくわ。あと2本で完成するんじゃない、うん、あ、ちょうどありますよ。うん、これぜひともね見ていただきたいよ、かぼちゃんにはね。見たい見たい。あと石が4つね。石4つ、うん、これをこうして、あれどれ、あれどこ、そこあ、それね、うん、はい、おお完成した。ほらあそこに石があるでしょ。うん、で、あ、サブダイクラス。ああそう、そこにあるとさっきみたいにステーンってなるから気をつけてください。いや本当にもう何も体力結構削られるからこれ。うん、本当だよ、もう無駄なさ、無駄なことさ、もう。いや無駄なことではないですよ。じゃあちょっと海の方行きましょうかね。もう、うん、ちょっと待って、一回切っといていい動画。あ、いいよいいよ。なんで切る。
チャンネル登録分かんなくなる、長いと PC の方はあそう画面のアイコン長いと分かんなくなる。携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。あれ火炎瓶罠カボちゃんも作った、うん、作ったよ。ああこれか、